どうも、大地です。皆さん、ついにやってきました。我らが愛すべきシャオミ様の新型スマートバンド、シャオミミーバンド7プロが昨夜、発表されました。やばい。長年噂されてきたこのミーバンドシリーズのプロモデルがですね、2022年、ようやく登場いたしました。で、スペックもマジでとんでもないことになっております。待望のね、あの機能がついに搭載されてたりね、もう本当に大興奮といった感じになっております。じゃあ早速ね、どんな製品になってるのか、もう解説していきましょう。はい、来ました。ショーコメテハイ7プロということでございまして、中国語で書いてありますよね。ですから、改めておさらいしておきますと、こちらの製品はですね、昨日7月の4日、月曜日の日本時間の夜10時頃ですね、中国国内で行われた新製品発表会で、新たに登場した中国版のスマートバンドになっております。で、現状グローバル版及び日本版に関してはまだですね、発表されておりません。ここら辺どうなるのか楽しみですよね。特に、ミーバンド7、まあ、これの買いモデルの、まあ、無印版に関しては、昨日かな、日本のシャオミジャパンの公式ツイッターの方で、日本でもですね、7月の8日、今週金曜日に、発表されることがもう予告されてますんで、このプロシリーズに関しても出てくるかもしれませんので、非常に楽しみでございます。で、お値段ですよね。今回もう先にお値段言ってしまいます。今回のシャオミミーバンド7プロですね、お値段は中国元で379元ということでございまして、日本円に換算して7700円という値段になっております。そう、だから最近のスマートウォッチでね、まあこの7000円8000円ぐらいのスマートウォッチって本当にたくさん多いじゃないですか。特に今年はね、ミーバンド7、これの無印バージョンがあったりとか、ポコから新しい製品が出てきたりとか、ファーウェイからね、ファーウェイバンドが出てきたりとか、本当にね、混戦を極めてるわけでございます。ローエンドスマートウォッチで本当に数が多くて、でどれもいい製品だからわけわかんなくなってしまう方多いと思います。俺もわけわかんなくなってるんで、今回は当然ね、このミーバンド7プロスペック解説していくんですけど、それだけではなくて、その他の製品とスペック比較しながら、どこが良くてどこが劣ってるのか、そういうね、解説にしていきたいと思います。ぜひともね、違いが気になる方、最後まで見ていってください。はい、そしたらまずは外観のデザインからね、見ていきましょうか。はい、こんな感じになっております。だから外観のデザイン的にはシャオミの製品っていうよりはファーウェイのね、ファーウェイバンド7とか、あとファーウェイウォッチフィット2ね、まああれはローエンドではないですけれども、ミドルレンジの製品に非常に似ている、まあなんていうか長方形型のスマートバンドになっているということでございます特にこのオレンジカラーとかさ、あとはこのブルーカラーとか、もう完全にファーウェイウォッチフィットやんって思うけどね。で、ここら辺皆さんどう思いますかっていう感じでございます。皆さんの意見を聞きたいですね。まあ個人的にはね、かなりおしゃれで、好きですけどっていう感じです。そしたら次、ディスプレイのスペックでございますね。はい、ディスプレイは 1.64 インチの長方形の大画面ディスプレイになっておりまして、アモレットディスプレイになっているようでございます。で、画面占有率は 70% ということでございます。で、解像度は 280×456 ピクセルの 326ppi ということになってまして、2.5D の曲面ガラスを採用していると。そうね、まあ、ここら辺のスペックに関しても、まあ、非常に高いと思います。特に画面サイズ 1.64 インチっていうのは、まあ、超大画面と言っていいでしょうね。ちなみに、ミーバンド7無印バージョンですね。これの、ま、買いモデルの製品は、まあ、外観の寸法自体というか、外観のデザイン自体が全く違うからね、こういうリストバンドタイプのものだから一概には言えないですけど、こっちは 1.62 インチでございますから、まあ、これよりも若干、まあ、画面サイズが大きいという感じになってます。で、ちなみに、ファーウェイバンド7ですね。まあ、競合他社製品の、ファーウェイのスマートバンド、非常にまあ外観のルックスとしては似てるものですけど、これに関して 1.47 インチですから、まあいかにね、この製品の画面占有率が高いかっていうことがわかるんじゃないかなっていうふうに思います。で、解像度に関してももう驚異的ですよね。まあお値段7700円という、まあローエンドの製品にもかかわらず、まあ 326ppi っていうね、まあミドルレンジハイエンドクラスの解像度を誇ってるということなので、まあ非常にくっきりしてる。ちなみにファーウェイバンド7に関しては 282ppi ですから、全然解像度はこっちの方が高いという感じになってます。で、まあ 2.5D の曲面ガラスはまあまあいいですよね。まあそんなに取り立ててっていう感じかなという感じでございます。で、ユーザーインターフェースはこんな感じになってます。だからここら辺も最近リリースされてるその他のシャオミの製品と同じですね。先日レビューしたこのミーバンド7しっかり、レッドミーウォッチしっかり、ポコウォッチしっかり、まあ同じようなユーザーインターフェースになっていると。で、文字盤はこんな感じ、刻々と変化するスタイルに適したトレジャーダイヤルということで、よくどういう意味なのかよくわかりませんけれども、
何百ものトレジャーダイヤルはいつも嬉しい驚きを感じることができるって書いてるから、まあ文字盤はまあ数百種類あるということなんじゃないかなというふうに思います。これはかなり驚異的ですよね。普通まあ今までのシャオミのスマートウォッチってまあローエンドのものもそうだしハイエンドのものもそうなんだけど、まあ多くてまあ100種類ぐらいだったんで、ここらやっぱファーウェイの製品と比べるとね、ちょっと、自分の好みの文字盤がないとなんかつまんないなって感じにまあなりやすかったんですけど、今回はかなり量があるということなんで、ここら辺もまあ競合のファーウェイ製品に対抗してきてかなり量を増やしてきたんじゃないかなというふうに思います。でプラスこういうふうにですね、オールウェイズオンディスプレイも採用されているということでございます。ここら辺は本当に今年2022年のトレンドになってきてますよね。ローエンドの製品でも画面の常時点灯機能を採用していると。だからここら辺は当然ね、無印バージョンのミーバンド7にもありますし、競合製品のファーウェイバンド7にもありますね。で俺が今つけてるこれね、ポコウォッチね、本当ややこしいんだけど、ポコウォッチにもあるという感じでございます。はい。でプラスもう一つね、非常に細かいところなんですけれども、魅力的なポイントっていうのはこれですね。画面の明るさの自動調整機能が内蔵されているようでございます。周囲光センサー、まあいわゆるアンビエントライトセンサーがですね、内蔵されていることによって外に行ったりとか、まあ室内に行ったりとか、そういったね、外の明るさがこう変わった時にですね、このスマートウォッチがその明るさの変化を自動で検知してですね、スマートウォッチのあと光のね、明るさの具合をこう勝手に調整してくれるということなんで、ここにも書いているように手動操作が不要になっているということでございます。これは非常に便利でございますし、こういったことができる製品でまあ非常に細かいところであるんですけれども、まあ最近のものだとそうはね、1万円以上出さないと無理だよね。1万2、3000円安くても出さないと使えない機能なんで、非常にこれは驚異的だというふうに思いますが、当然ミーバンド7、下位モデルの無印バージョンにはないですし、競合製品のファーウェイバンド7にもございません。ここら辺非常に強いポイントでございます。で、こちら、質感あふれる金属光沢ということでございまして、シャオミミーバンドシリーズ史上初の高級感のあるですね、まあ、ロマンチックなあのデザインになっているということでございます。相当おしゃれですよね。ここら辺、まあ、ミーバンドシリーズ以外も含めてね、その他のレッドミーシリーズとかシャオミウォッチシリーズとか、もう今までこういうなんていうのかな、まあ、あのエレガントなあの高級感あふれるスマートウォッチって展開してこなかったので、シャオミは、非常にあの面白いですね、あの製品戦略になってるんじゃないかなというふうに思います。どっちかっていうとこういうなんか高級感あふれる製品って、まあ、ファーウェイの製品の特徴だったんですよね、それこそこういうファーウェイウォッチフィット2しっかりさ、こういうファーウェイバンドシリーズもそうだけれども、プラス今回まあ非常に技術的なところであるんですけれども、こういう風にですね、 NCVM テクノロジーというですね、まあいわゆるあの表面処理ですね。でまあ表面処理の中でもまああのメッキ処理と言われるですね、あの真空メッキですね、真空状態でまあプラスチック、まあこういった樹脂の表面にあの光沢感のあるまあ金属風の塗装を施すまあ表面処理が行われているので、こういうふうにまあ非常にまあ光沢感のあるまあきめ細かいですね、あの塗装を実現していると。で本体重量 20.5g ということでございまして、非常に軽量でございます。ちなみにミーバンド7は 13.5g、 ファーウェイバンド7が 16g ですね。で厚みは 11g ということなんで、ここら辺はまあちょっと若干まあ厚みはあるかなっていう感じでございます。特にまあファーウェイバンド7と比べるとね、ファーウェイバンド7は現存するスマートウォッチの中では一番薄いですね、厚みを誇ってます。 9.99mm っていうね、厚みになってますから、まあこういうまあこの製品と比べるとまあ若干厚みはあるかなっていう感じでございます。でプラス、はい、最近やっぱあれだよね、どのメーカーもまあこういうカラー展開力入れてきてますけど、シャオミに関してもこういうまあレザータイプのものも今回用意してるみたいでございます。はい、ゴッホグリーンというものとモネグレーということでございまして、世界的に有名なあの芸術家の名前を引用してですね、こういうまあ面白いあのレザータイプのシリコンタイプだね、これレザーテクスチャーのシリコンタイプもあるということでございました。ここら辺に関してはあれではね、オッポウォッチフリーに似てるよな。で次来ました、今回のこのスマートウォッチの最大の特徴でございます。なんとですね、ついにミーバンドシリーズ待望のですね、GPS が内蔵されております。来ました、はい、ついに来ましたっていう感じでございます。だからこのミーバンド7に GPS が内蔵されるんじゃないかという噂はですね、もう遡ることいつでしょうか、2020年のミーバンド5の頃から言われてきておりますから、だから3世代だからもう2年3年ぐらい待って、ついにですね、このミーバンドシリーズに GPS が内蔵された、これは本当にね、あのとんでもないことだというふうに思いますよ。プラスただの GPS でございません、なんとですね、5サテライトシステムが内蔵されてますんで、
超高精度にトラッキングできます。アメリカの GPS、ロシアのグロナス、EU のガリレオ、中国のベイロ、そして日本の導きが内蔵されているということで、すごいよね。とんでもないことになってますね。このスマートバンドで GPS が内蔵されてるっていうこと自体ちょっと驚愕にもかかわらず、5サテライトになってるっていうね。これちょっともうね、だから他の、製品の価値がなくなってしまったっていうのなんですよね。特にこの、同じシャオミの製品のね、GPS が内蔵されてる、値段は全く同じ、これね、ポコウォッチ、俺が今つけてる、先日レビューしましたけども、これもまあお値段7,200〜7,300円だったかな、セールで買うと。で、GPS が内蔵されてるっていう製品で、これも非常にコストパフォーマンス高かったんですが、これに関しては、あくまでクワッドサテライトだったんで、まあ精度は非常に十分高いんですけれども、まあ5サテライトに比べるとね、当然まあ導きが入ってなかったりとかするんで、まあ日本で使う場合には若干まあ精度が劣るというところだったんですが、これに関しては5サテライトになってるっていうね、うん、とんでもないことになってます。で、ちなみに値段的には6000円ぐらいの、ファーウェイのですね、ファーウェイバンド7、これに関しては当然 GPS 内蔵されてませんっていうね。で、プラスこちらでございますね、手首ランニングクラスということで、ちょっと日本語翻訳がわけわからないですけれども、今回ですね、新たにですね、ランニングモードが強化されまして、強度の異なる、10種類のランニングコースが新たに追加されたということでございました。これはもうファーウェイの製品に似てますよね。似てるというか全く同じですね。なんか初心者向けランニングとか、中級者向けランニングとか、あとはなんかトライアスロンとか、あとマラソンコースとかもあるんだから、そういうまあ便利なランニングコースがたくさんあるよっていうことでございます。はい。で、プラス、スポーツモードは117種類ということでございまして、まあここら辺はまあ、ミーバンド7ですね、買いモデルとほぼ同じ、プラスこういったポコウォッチとかとも ほぼ同じ、その他のシャオミのですね、ミーウォッチとかとも同じと。まあただちょっとここら辺のなんかアイコンのね、デザインが若干変わってるかなっていうふうに思いますね。まあこのままブルーの色がそのままスマートウォッチ本体にまあ内蔵されるのかどうかは分かりませんけれども。で、プラス、はい、これストレスモニタリングも24時間の連続計測ができて、あとこれ女性向けの健康管理機能もこうやってついてるといった感じになってます。まあ、ここら辺はいいよね。で、心拍数の24時間連続計測を行うこともできます。はい。だから、一つまあ気になるポイントっていうのは、ここら辺の精度ですよね。ミーバンド7と同等クラスなのか、もしくはね、まあ値段的にはまあミーバンドと比べるとまあ2000円ちょっと高いですから、まあミドルクラスのね、まあレッドミーウォッチとかポコウォッチとまあ同じぐらいの精度になるのか、そこら辺が非常に気になるポイントであり、どの製品を選ぶか非常に重要になってくるポイントでございますんで、ここら辺はちょっとレビューしてみたいなというふうに思います。で、プラス血中酸素濃度の常時計測も行うことができます。だから要はまあつけるだけで24時間連続計測ができるということでございますね。だから、この機能がついたがゆえにですね、もう最初に言ってしまうと、もうポコウォッチはちょっともうなんか選ぶ理由がなくなってきたっていうのはあるんですよね。ポコウォッチ、もしくは中国版のレッドミーウォッチ2に関しては GPS はクワッドサテライトでさっきも言ってるんで、プラス血中酸素濃度の常時計測ができないんですよ。あくまでマニュアル計測しかできないんで、もうそういった意味で若干まあ細かいところだけのスペック的にね、こっち劣ってるんで、もうつい先日レビューしてね、個人的にはかなり高評価してしまったんですけれども、残念ながらこの製品を見てしまった後だともうちょっとあんまりおすすめできないかなっていうか、もうこれを買う理由がちょっと個人的に見出せてないっていうのはありますね。で、その他、睡眠モニタリングもできます。呼吸トレーニングっていうのもあったりとかしますと、これは同じですね。で、バッテリー持ちは標準仕様で12日間で、プラス、充電速度も速くなっているようでございます。ミーバンド6ですね。去年リリースされたモデルと比べて、充電速度は 40% 向上したということで、このパラメーターページ見るとですね、フル充電まで約1時間と、ミーバンド6もしくは今年のですね、ミーバンド7に関しては、まあ、満充電まで、まあ、1時間半ぐらいかかったんで、まあ、結構まあ改善しているということでございます。まあ、ただね、急速充電対応しているファーウェイの製品と比べると、まあ、若干、満充電まで の速度は遅いので、まあ、いわゆる急速充電というわけではないというふうに思います。ファーウェイバンド7とかに関しては満充電まで40分とかでできたんで、で、プラス、中国版のですね、音声アシスト、シャオアイっていうものが内蔵されてたりとか、防水対応は当然 GoATM になってますんで、生活防水にはなってるということでございますね。で、プラス個人的に非常に気になっているですね、こういう、まあ、イベント機能ですね、ミーバンド7で再三私がですね、高評価していた Google カレンダーとかと同期できるスケジュール管理機能があったりとか、あとクイック返信機能ですね、電話とか、あと SMS、ショートメッセージの返信機能もついてたりとかします。で、中国版に関しては、まあ、今まで通りですね、こういった電子決済、まあ、NFC もついてるよっていう感じになってます。で、プラスその他
らですね、まあいつものようにこういうふうに機能がついてます。スマホ探す機能とか、あと懐中電灯とかポモドールタイマーもついてますね。非常に便利でございます。プラス非常に魅力的なポイントを最後にあります。それ何かと言いますと、はい、こちらですね、スマホの OS による機能の制限がほとんどないということでございます。はい、これ見てください。特にファーウェイの製品はね、うん、その他のスペック優れてるんだけれども、 iPhone 使うと使えなくなってしまう機能があったりとかして、ちょっと、うん、残念だなって思うことあるんですが、まあ、Xiaomi の製品に関しては、まあ、基本的にこの製品以外も含めてですけど、 iPhone 使ってる方でも制限がないんですよ。ほら、音楽コントロールとかね、ここら辺はファーウェイの製品だと使えなくなっちゃったりとかします。あとリモートカメラとかね、このリモートカメラに関しては最近のファーウェイの製品だと Android でも使えないんですかね。ファーウェイの EMUI っていう OS じゃないと使えなかったりとかしますけれども、まあ今回 Xiaomi の製品に関しては Android もいけるし iOS もいけるよっていうね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回のこちらの Xiaomi Mi Band 7 Pro、 どんな印象をお持ちでしょうか。はい、個人的にはもうね、非常にコストパフォーマンスの高い製品だというふうに思いますけれども、まあ冒頭言ったようにですね、まあちょっとこの価格帯のまあアンダー1万円以下の製品って本当にね、いい製品が乱立していて、もう訳が分からなくなってきているっていう、そういうフェーズに突入してると思いますんで、今回ですね、まあ改めてですね、まあ最後に比較表を作ってみましたんで、それを見ながらですね、総評をまとめて終わりたいと思います。はい、こんな感じになっております。だからこの製品の特徴っていうのはやっぱりですね、まあ、このお値段7700円、8000円切ってる値段で、GPS しかも超高精度の5サテライトシステムが採用されてるっていうことね。まあ、あとまあ急速充電っぽい充電速度になってるんで、今までの Xiaomi 製品よりも便利に使えるっていうところ、まあ、ただここら辺は実稼働のバッテリー持ちがどれくらいなのかっていうのもにも依存しますけどね。まあ、だから現段階での個人的な見解としては、まあ、先ほども言ったようにですね、 Xiaomi のまあ先日レビューしたこの Poco Watch はもう正直ね、買う理由を見出せてないという感じでございます。まあ、当然これの買いモデルの Redmi Watch 2 Lite っていう日本で展開されてるものとかね、あっちはもっとスペック低いから。で、Huawei Band 7に関してもまあちょっとおすすめ度としては下がるよね、うん、特にまあ iOS の制限があったりとかするっていうところがあったりとかするんでね。まあだからこのまあアンダー1万円以下の製品で、まあおすすめしたい製品というのは、この今回の Mi Band 7 Pro か、これの買いモデルの無印版の Mi Band 7がいいんじゃないかなっていうふうに思います。金額差的にもまあ結構いい開きがあって、製品としてね選びやすいっていうのも一つポイントですよね。 Mi Band 7はまあ5300円で、まあ、今回の7 Pro は7700円ということで、でまあ選び方としては、 GPS が欲しいという方は Mi Band 7 Pro、 まあだから俺みたいによくランニングするとかウォーキングするとか外でサイクリングするよっていう人は、GPS が内蔵されてる7 Pro で、まあ別に GPS はいらないかなっていうね、まあ日々のね、なんか健康管理的なね、血中酸素とか心拍数とかだけモニタリングできればいいよっていう人は、Mi Band 7っていう、そういう選定になってくるかなというふうに個人的には思います。まあいずれにせよね、まあ実際に今使ってレビューしてみないとわかんないところも結構ありますんで、使用感とかね、そこら辺はまあ、実際に買って、レビューしていきたいというふうに思いますので、ぜひともね、気になる方、チャンネル登録してお待ちください。はい、ということで今回こんな感じになります。ぜひね、参考になったと思いましたら高評価お願いいたします。あとチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。